タリスカー蒸留所タリスカー蒸留所とは、スカイ島に1830年に設立されたウイスキーの蒸留所。現在、スカイ島に存在する唯一の蒸留所である。タリスカーとは、コナルド語で、傾いた大岩を意味するサラズゲルが由来である。タリスカー蒸留所では、アイランズモルトとしては珍しく、1928年までは、アイルランド式の3回蒸留が行われていた。 そのためにポットスチルは2機のウォッシュスチルに対し3機のスピリットスチルが設置されている。20世紀初頭には2階上流に改められたが、モルトの個性を維持した体制になっている。タリスカー上流所の特徴の一つにラインアームの独特なデザインがある。ポットスチルから垂直に向かい、水平に伸びた後にもう一度直角に下る U 字型のねじれがあり、流を促すために、 くぼみの基部にピュリファイヤーパイプが取り付けてある。蒸留されたウイスキーは、伝統的なワームタブと呼ばれるコイル状の冷却層で、液化されている。タリスカー蒸留所の最大生産能力は190万リットルであり、シングルモルトの他にジョニー・ウォーカーなどに、ブレンディングモルトを供給されている。タリスカーは、小説家、ロバート・ルイス・スティーブンソンが、酒の王者と評したことが知られている。 近隣のアイグ島から渡来したヒューマカスキルとケニスマカスキルの兄弟がスカイ島西岸にある土地を農地として借用した。当時の農家は農業のついでに自家蒸留を営むことが多く、免許を得た7カ所以外にも無免許の蒸留所が多数存在した。マカスキル兄弟も数名の農業者たちと協力して、まずはフィスカベイグに蒸留所を建造しようとしたが失敗した。 次に、ハーポートの湖畔にあるカーボストに建設する計画を立て、1830年、3000ポンドの費用を費やして、タリスカー上流所は建造された。その後、地元の新プロデリック・マクラウゾとの対立など、右与曲折があり、タリスカー上流所は1000ドルで売却され、様々な人の元をたらい回しにされながら、1880年代、ロデリック・ケンプの所有するところとなり、 現在に至っている。タリスカー上流所は1925年に EN ディスティラーズカンパニーに買収され、ディスティラーズカンパニーは1986年にギネスに買収されたため、1997年以降はディアジオが所有している。ありがとうございます。